アニハセヨーどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は韓国版のデラックス妖怪ウォッチタイプ0式紹介します。韓国でも発売されたばっかりで1万円ぐらいでゲットしました。プレチ早速開封してみます。これ見た目は日本のやつと全く同じですね。日本のやつが右なんですけど、じゃーん、メダル2枚付属で韓国版の妖怪メダル0がこちら。妖怪の名前韓国語になってますね。はい、ここ注目、メダルの右上なんですけど0が英語になってます。しかも O は歯車の形。はい、ではジバニャン召喚してみます。わお、初めて聞いたんですけど、ところどころやっぱちゃいましたね。続いて魔天使召喚。ミスった時もなんかちゃうな、やっぱ。わあ、全然ちゃう。ウィキャウィキャー、ウィキャウィキャーみたいな。アテンションプリーズ。今度は日本の妖怪メダル0を韓国のタイプ0式にセットすると音声鳴るか検証してみたいと思います。じゃあスティーブ・ジョーズのメダルセットしてみます。なりましたね。しかもスティーブ・ジョーズって言ってる。スティーブ・ジョーズ。 USO のメダルもセットオン。USO って言わへんねやん。次は破壊のメダルセットアン。古典メダルも音声なるかな。はい、ちゃんと音声なりますね。ワンドカメラスト、晴れ男の音声を聞いてお別れ面。